とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、久しぶりにカバンビルドやってみたいと思います。使う装備がこれですね。輝くローブ、雷フォーカスと、大電がついております。大電がついてるので、エレメントのカバンで雷が出た時にかなりダメージを与えることができます。で、エレメントのカバン2つじゃなくって1個をドラにしていきたいと思います。さあ、どんな感じになるんでしょう。いきまーす。それでは、ゲイル聖域行ってみましょう。今回が魂4倍、そしてスポナーに変わって魂の速度を持ってるってやつですね。で、アーティファクトを2つともカバンにしました。ドラは多分道中はいらない。なので、道中はドラを使わずに、このカバン2つ編成でいきます。あ、いいかもしんない、これ。あのね、カバンって結構外れが出やすいじゃないですか。ずっと雷のわけないんで、それが、大電でカバーされてるっていうのが、すごくいい。うん、カバンで、炎と、まあ、特にあの、霊気ね。霊気ばっかり出た時って、敵がなかなか倒せないんだけども、それがね、ない。とにかく、雷が出ずとも、大電で倒していけるんで、いい感じですね。うん。これね、前のカバンの時使ってたら強かったろうね。今はね、範囲が半分ぐらいになったんで、ちょっと使いにくさっていうのが出てきてるんですけども、これは前は使いやすかったろうよ、強かったろうよ。はい、まあ、とりあえず今回魂4倍なので、矢がね、たくさんいる。このカバンビルドには、ちょうどいいんじゃないですか？いいね。ノンストップで倒していけるっていうのがいい。うん。大体はね、途中で、詰まることが、結構あるんだけども、おっしゃ！やった。出てきてくれたね。とにかく、矢を、増やします。矢をかなり増やしましたので、装備を変えます。ウィンドボウですね。虚無がついてますんで、虚無でプラスで、雷ダメージ、大電ダメージが増えます。これでいくよ。で、さらにこのウィンドボウ、敵を引き寄せるので、カバンとの相性がいいです。ものすごくいい。まあ、昔をね、思い出すぐらいの、範囲は広くはならないんだけども、敵をね、引き寄せるので、カバンのね、範囲内に敵が入りやすくなるのよ。うん、すごく相性がいいです。いけるね。ヘルスシナジーがついてなかったんで、ちょっとね、HP ゴリゴリ減るかなと思いきや、そうでもない。そんなに減らない。うん、あ、そうかそうか、流れ込む魂でか。流れ込む魂があるから、だね。ああ、それだわ。久しぶりにね、流れ込む魂つけたけども、やっぱりこの、エンチャは強い。うん、回復量がやっぱ半端じゃないので、使いやすいね。キャプテンはいるかな？どうでしょうか？キャプテンがいてくれれば嬉しい。あ、いるいるいる。よかった。すっげえ。なにこれ、一瞬で終わったじゃん。すごっ。やっぱ強い。あ、ナイトモードもう。ナイトモード来ちゃった。いいか。特に問題ないね。どんどん出てきたところで。蹴散らすだけです。よっしゃ、着いたー。では、もうボスに行きましょうか。うん、あそこはもう解放しなくていいしね。別に解放しても何にもならないでし
いやでもね強い強い、久しぶりにさ、あ危ない危ない、ドラにしていきます。1個はドラにしてダメージを取っていきましょう。いやドラにしなくても良さそうよこれ。うん、虚無だけで全然十分。あ、でもまあまあこいつにはねダメージがもうちょっと欲しいところなんでいいか。うん、こいつにはちょっとダメージを一気に与えていきたい。あーでも3回ぐらいはちょっと攻撃しないと無理かな。よっしゃ行こう。あーまあ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 そこそこだね、そこそこ強すぎる。本当にね強いっていうか楽だね、こんなに楽だった、カバンビルドってこんな楽なんだ。もう連射器あればもうほんとね押しっぱなしで、あとはこう位置を調整していくだけで OK なのよ。おいおい、なんでだ、壊してるよ両方とも、どういうことだ。あれなんでならなかったんだろうな、ちょっと倒すのが早すぎた、早すぎたのかな。次はアップでしょ。あいたいた、よかった。あこれ3回でいけるかも。いつもはね4回5回かかるんだけども、3回でなんとか HP 削りきれそうね、いけるんじゃない。はいもう少し OK。 あー嫌はやっぱり結構減るわ、結構減る。まあ1回ステージをクリアするのに2000本あればいいかな、2000本ぐらいは欲しい。よっしゃー、最後なんか超ダメージが出ましたね。はい、ということで今日はこれ、輝くローブの、帯電雷フォーカス付きを使ってカバンビルドやってみました。カバンビルド楽、強いで、さらにこのウィンドボーの虚無付き合うねー、強いねー、うん、これ矢が昔と同じくすごく増殖できて、でさらに範囲が、いや範囲はこれぐらいでいいかもしんないね。うん、とにかく矢がね増殖できればもっとね使い道があると思うんですけども、ちょっと残念ですね。でもすごく強いのでまだまだカバンビルドは現役ですね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。